え、これここカーブですね、ちょっとここ気をつけた方がいいです。え、これどうすればいい、これこっちに行くような感じですね。まあでもこの辺止めて歩いた方がいいかもしれないですね。ここに後ろ付けしてバックで、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。今日もやってきました。え、今日大丈夫ですか、まだ時間は。あ、全然もう大丈夫ですか。何時ぐらいですかね。もう車で帰るか夜までは。まあいろいろあってちょっと延期になって。延期になります。はい。この先に、かなり先にあの村がある、あったということで、うん、これ普通に村に通ずる道なんですよね。道というかもう完全に道じゃないっていうか、まあここ通る人はほとんどいないということになってるんですけど、今日は特別じゃないけど、まあなかなかないですけど、あのいろいろとこの辺の人から聞いて、あのこの先にあるということで、ちょっと確かめに行こうかなと思うのと、この村に入った時になんかその石碑みたいなのもあるらしいんですよ。その当時大正時代にこの地域でなんかその成功した人のなんかその石碑があるらしいんで、ちょっとそれもね見れたらなと思います。今日まんじじゃないんですね。今日はもうね、まんじラーメンじゃない。頑張り、なんか音しましたね。これあの遭難した時のためにブラックサンダーチョコレート、もし遭難したら2人で半分ずつ食おう。すごいですね、これね、これ道がこれであるってことは、一応あれだね、アスファルトよね、うん。これがどれぐらいの間まで使われてたのかちょっとね、わからないですけど、うわ、でもなんか動物でしょうね、なんか違いますよね。川があるところにやっぱ人が住むというか、うん、まあ昔の時代なんで、やっぱ川があると洗濯ができたりとか、その飲み水とかね、できたりすることがあるんで、まあこの先にやっぱ間違いなく何かがあると。電線とかはないんですけどね。そうね。でも昔の人とか山に入ったらやっぱこうやって、ね、切り分けて生きよったけどね。次通る人のためにも、そうね、一応そうね、もうなんか本当落差がやばいね、前の、うん、うわすごいですね、これいつ頃の盤の、なんか中盤の辺にもなんかこういうような、うん、あったような感じ。もうえぐれとるもんね、こっから。こんな最近のやつなのかもしれないですね。そんなに草、うん、あのあれですよね、枯葉がアホみたいに積もってるわけじゃないんで、うん、もうなんか絵に描いたような、そうそうそう、わざわざあの道の真ん中にね、でもまあところどころで花が咲いてきてね、咲いてるのなんかちょっと不思議な感じですけど、なんか。これイノシシですかね。
これ体を洗ってるの取り寄せて足跡みたいですよね。ルドさん、これ石碑じゃないですか。石碑じゃないですか、これ絶対。そうだね、あ、文字が書いてある。うわ、これですね、文字が彫ってあるね。1933年に書いてます。日蓮、さっきなかった。なかったね、畑ですね。多分あの向こうにもなんか石垣があるような感じがするんですけどね。気のせいですかね。上の方。だんだん畑になっとったような感じですかね。ちょっと先進みましょうか。そうですね。うん。こりゃすげえわ。でしょう。もう何とも言えないですねこれ、うん、だからここにも何かあったんでしょうね。これ石垣、家があったりとか、うん、地盤とか、うん、地とかできとって、うん、向こう側にも橋がありますね。橋かな、あれ。奥の方ね。ですね。こっち側が。なんかの小屋ですね。めちゃめちゃ古いってわけじゃないみたいですね、これ、うん、中に普通にちょっと様式というか最近見かけるようなパイプ椅子が。いや、始まったね。急じゃなくなってきたんで、もう安定というか、これ普通じゃ考えられないんですけどね。あ、本当だ、木とかね。何者かが伐採しとるということなんでしょうね。今度あっちもなんですね。獣道じゃないですけど、行けない道ではないね、うん、歩いて行ける。はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。これなんじゃこれ。ここがおるところが分かりやすいね。そうですね、これすごいカチカチなんで、ま、こういう感じですね。あ、でも蓋みたいな感じになったんですかね。これ薬とか入れたりしようったんですかね。塗り薬というか。え、何それ。どうぞ。胃腸薬ちょっと。うわ、入ってます。入ってる。もう劣化してますか。はい、中身は入ってないの。あ、入ってる。何これ。え、何これ？ちょっと待って。ほら、これ、あ、スプーンだ。ほら、もう粉は入ってないな。劣化して。これすごいよ。だいぶ、
いつなんですかこれ。あ、なんてもんかな。なんとか起動。起動。富山市梅沢町。これ住所調べたら出てくるの会社。あ、ですね。ちょっとこれ。ジャスターゼ配合。これ何、胃薬ですか。胃薬やね。酒飲みだったじゃないですか。強力消化成長剤やから。今ブルって言ったらダメなやつやん。大人1、あ、錠剤だ、錠って書いてる。あ、でそれスプーンでみたいな。そうそう、水道管みたいな。これ水道管ですかね。これなんか特殊な、なんか通ってたあれじゃないですか、うん、なんかあれですよね。そうですね。でしょ、うん、なんかそういう、あ、いいですよ、全然いいです。なんなんすかね、これ。違うわ。ガス、ヘアスプレーですか。塗料ですか、これ。味の素株式会社。何ですかね、これ。味、あの、あれですよね、あの、メーカーの。そうそうそう、味塩だったり、あの、お母さんの、おばあちゃんの知恵袋とか。書いてないな。なんか、あ、書いてある、ね、サラダ油、あ、でかいバージョン、うん、くす、蓋ができるやつや、ね、すごい。でもなんか音がするね、いろいろ。瓶が多いですね、これ。じゃ瓶と子供の、なに、あ、靴底やね。おお、やかん。え、これ昔のじゃない。ちょっと待って。うわ、これはもう興奮して素手で触ってるもんね。はあ、すごいわ。これ半合や。半合。これ戦時中に近いんじゃないですか。色がもう抑えられてるような、なんか。半合やん。あれ入ってないかな。あ、水や。あ、やっぱり。あ、古いっすよね、時代。うん。これ近くに何かあるんだと。だ、これ、いや、これなんかやっぱあったんじゃない。これ橋ですね。ちょっと足元気をつけた方がいいですけど。だからこれ高瀬舟がこう寄ってたりしてたらしいんで、もしかしたらこの橋を越えたらちょっと飲み場とか遊び場があったり。大人の集落っていう。そうですね。今で言う。そうですね。だからなんか例えばですよ。うん、この橋を越えたら皆さん手いっぱい行きますか、ね、いや、なんかそういう雰囲気なんですよ ね、 すね。ずらーっとなんか美観地区じゃないですけど、あの石垣があって、その上にそういう住居があるような感じ、うん、でほんま下っていく感じなんで。そうね、降りてもね、うん、行きますかみたいな。夕方4時ぐらいにね、県内でちょっとなんかありますね。おお、
お墓ですね。そうですね、でもかなり古いですね。もう苔が、苔と多分この真ん中にいるのなんか猫みたいな形してるんですけどね。あ、本当だ。ですよね、うん、はい、というわけでお疲れ様です。お疲れ様でした。いやなんか悔しいですね、うん、もうだいぶね悔しいというかもう多分仕方ないですね、うん、だからその情報によればその西日本豪雨前の、まあ、情報なんで、そうですね、豪雨の1年ぐらい前、ね、そうだからやっぱ豪雨があってそのあるべきものがあるべきものというかその、ね、崩れてしまったというかまあなんかそのいろいろな痕跡はあったけどね、瓦とか、うん、痕跡はただやっぱりその豪雨で道がね遮断されての中でいろいろかき分けて登ったりねロープもできて、まあ、無事遭難せずに、はい、ブラックサンダーも残ってます、はい、まあまあ事前にちょっといろいろとその関そういう登山じゃないですけど関係の人のアドバイスを受けた上でということで、うん、もうだけ地元が周りが山やから、あ、そうね、遊ぶ言うたら本当トロッコに乗った本当に、おお、トロッコスーッとね、遊びだったぐらい、ありがとうございます。いやもう時間大丈夫です。あ、まだまだ全然大丈夫です。じゃちょっとゆっくりしてから。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。それではまたお願いします。回す。ヤバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。